本月の下国城は、勝木ビオルによる日本の小説。正式名称は、本月の下国城師匠になるためには手段を選んでいられません。書室は、小説投稿サイト、小説家になろう。2013年9月から、連載投稿され、2017年3月に、前後部677話で完結した。トゥーブックスが、シーナユーの挿絵をつけて、商業出版した。 小説家になろうに多く投稿されている異世界でのものづくりの喜びを描いた作品の一つ。本好きの現代人が死後に生まれ変わった中世、ヨーロッパ風のファンタジー世界で現代知識を駆使して本作りを目指していく。書籍版がトゥーブックスから発売された。このライトノベルがすごい。では、2017年版で単行本、ノベルズ部問題5位、2018年版。 2019年版で同部門第1位、2020年版、2021年版で同部門第2位を獲得。2020年版で発表された2010年代総合ランキングでも第7位に入った。2021年8月時点で電子版を含めたシリーズ累計発行部数は500万部を突破している。2015年10月30日からニコニコ性がない。 コミックコロナで第一部が漫画化されている。電子書籍のコミック一巻が2015年12月18日、書籍のコミック一巻は2016年6月25日に発売され、トゥーブックス発のコミック販売になる。2017年9月9日にドラマ CD も発売された。同じくコミックコロナにて第三部が2018年4月30日から、 第2部が2018年9月24日から、第4部が2020年12月24日から、漫画化されている。本編は完結したが、2017年4月28日から、主人公以外の別人物視点で、後日談を語るストーリーが始まっている。本好きの下国上はそれまで、恋愛小説を執筆してきた著者が、他のジャンルへ挑戦しようとして執筆された。 ありがちな王道異世界物として執筆され、異世界の雰囲気が重視された。連載中は1日1話ずつ執筆され、小説家になろうに毎日投稿されるのが状態であった。評論家の飯田和文は作中に時代による書物感の違いや権力構造も変えうる本の力が描かれていることを見出し、人類にとって書物とは、 何だったのかを改めて気づかせてくれたと評価している。また、ウェブ小説という媒体で書籍への愛着を語り、読者がそれをウェブ上で読むことに得意性があるとし、ウェブネイティブな作品で言われるからこそ、紙の本への憧れが際立つと批評している。さらに、作品の時代性について、デジタルデータでテキストを読み書きする時代になったからこそ、匂いと手触りのある本が、 想像の世界でも価値あるものとされると述べている。現代日本に暮らす元スレーノは、念願である図書館への就職が決まった日に、亡くなってしまう。もっと多くの本を読みたかった。そんな未練を抱いた彼女は、気がつくと異世界の幼女マインとしての体を持っていた。物語の主な舞台となるのは、魔法の力を持つ貴族に支配される、中世然とした異世界の都市、エーレンフェスト。 厳格な身分制度の中、現代日本の知識を持つ少女マインが本を手に入れるために出世していく。第一部では、平民の娘マインが幼馴染の少年ルッツと紙を発明した後、新館長フェルディナンドと出会い見込み習いとなるまでが語られる。マインはこの世界で意識を持ってから大好きな本を探すが、紙がなく、洋肥師による本も高価であることを知り、 本作りを志す。マインは病弱で、家族も貧しく髪を作るための材料集めにも、不自由するが、現代知識を生かして身の回りを改善するうちに、ルッツと親しくなる。マインは商人を志すルッツを助けるため、ルッツと共同で植物詩を開発することを大商人弁路に提案する。弁路は平民離れした未綺麗さと、 年齢不相応の知識を持つマインに得意性を見出し、マインとルッツの工房に出資し、商人見習いとして教育する。以後、ベンノは二人のために、親身であり続ける。神は完成したが、マインは自身が、ミクイと呼ばれる富士の病であることを知る。ミクイは体内に魔力が限界を超えて蓄積される。症状で、その多くは、短命で亡くなり、 生き延びるためには魔力を必要とする貴族に服従を強要される。マインは、洗礼式で神殿と一文弱の後、高い魔力が評価されて、魔力を放出できる神殿の御子となる。第一部の終わりでは、神殿長に、マインの身柄を召し上げられそうになるが、マインの家族が命を懸けて抗議し、自由な身を保証される。第二部では、 新館長フェルディナンドに庇護され神殿で貴族のように偶されるマインが印刷技術を開発して本作りの集団、グーテンベルクを結成したことと愛する家族を陰謀から守るために絶縁して領主の幼女となったことが語られる。マインが入った神殿は貴族の血筋の青色神官、ミコと個人出身で青色に使える灰色神官、ミコによる身分社会だった。 平民でありながら、青色見込み習いとなったマインは、神殿内部や貴族から敵意を受けるが、マインの能力を認める、新官庁フェルディナンドに擁護される。マインは、工房長として、印刷技術の確立に動き、また、高い魔力を大勢に示したことで、その能力、知識を独占しようとマインを拉致する企みもあった。フェルディナンドは、マインの身を案じて、貴族との養子縁組を圧戦する。 しかし、前世での母との薄い関係を食いたために今世での家族を大切に思うマインにとって、養子縁組は受け入れがたい選択だった。マインの周囲の大人は、マインを守るために協力するが防ぎきれず、貴族の外衣は家族にも向けられる。第二部の終わりでは、印刷技術の革新性を理解した領主、ジルベスターが、マインに偽造された身分を与えた上に、自身の養女とすることで、 マインとその家族の安全を守る。そのために、マインは愛する家族との絶縁を余儀なくされる。第三部でマインは、貴族としての偽の身分とローゼマインの名が与えられ、領主の幼女になる。神殿長を務め、印刷業やレストランを経営する傍ら、領主家族との触れ合いや問題に向き合っていく。また、虚弱体質を治せる魔法薬揺れいを知り、素材を求めて冒険する。 最後には、陰謀で命を落としかけ、2年の眠りにつくまでが、語られる。フェルディナンドの診察により幼少時に、マインが一度死んだことが明かされ、それによる魔力の塊を治すために、特殊な魔法薬揺れーベが必要だと知らされる。素材を採取する一方で、神殿長として仕事をするも、全神殿長が残した問題と向き合っていく。 兄ビルフリートに絡まれついたち入れ替わることを提案し、ビルフリートは、ローゼマインが神殿長、孤児院長、工房長の仕事を平然とこなすことに驚き、ローゼマインはビルフリートがかなり甘やかされてきたことに驚き、それを改善させようと躍起になる。冬になり、貴族の子供が集まる、子供部屋で聖書を噛み砕いた内容の絵本や、 カルタによる反応は上々で購入する貴族がいる中、購入できない貴族には、ローゼマインが知らない物語を提供することで、貸し出されることが決まり喜ぶ子供がいたことに安堵する。春になり、全神伝長の名かつ、領主の姉ゲオルギーネの来訪で、領主夫婦に緊張が走るも問題は起こらず、過ぎ去ってゆく。秋の素材採取で、ダームエルに教授した。 魔力圧縮がエイレンフェストに必要だと漁師の口から語られ魔法薬の製作を優先することを条件に教授すると大人でも有効であると太鼓板を押される。妹のシャルロッテとお茶をしていると飛び込んできたビルフリートに中断され人騒動となる。シャルロッテの洗礼式にシャルロッテが誘拐されかけるもローゼマインが体を張り救出する。しかし、 毒薬を飲まされ生死の境をさまよう。フェルディナンドはマインを魔法薬揺れべに浸らせ治癒のための眠りにつかせる。第四部では、貴族院へ進学したローゼマエンが図書館の魔術具を再生し、図書院を自称したこと、派閥の対立を超えて、領地の生徒たちを協力させ、敵対派閥の子供たちから信用を得たこと、他領地の貴族や王族と交流を持ったこと、また、 王の権力の源泉である聖典、グルトリスハイトが失われており新たな政治紛争が起きうることや、領地間の対立などが語られる。フェルギナンドは、ローゼマインとの家族としての強い絆を得ていたが、第四部の結末では対立する領地、アーレンスバッハイムコイリセヨとの王命が下り、二人は離れ離れとなる。 毒薬を飲まされ、目覚めなかった2年間で成長した兄ビルフリートと、妹、シャルロッテに戸惑いを感じながらも貴族院へ入院するための教育が施され、無事に入院するも、王族や、多量の領主候補生に嫌味を言われてしまう。図書館へ早く行きたい、ローゼマインに、ビルフリートの提案で、初日の講義で全員合格を目指すこととなった新1年生。努力の甲斐もあり、 初日全員合格をもぎ取り、図書館に入ったローゼマインは、喜びのあまり多大な祝福を振りまき王族専用の、魔道具シュバルツとバイスの主となるも、王族から奪ったと言いがかりをつけられ、大量と問題を起こしてしまう。帰還命令が出され、エーデンフェストへ戻るローゼマインを待っていたのは、洋フとフェルディナンドのお説教と尋問だった。神殿へと戻り、神殿長としての仕事をこなす傍ら、 印刷業の仕事を本格的に始めるため様々なことをお TE へと相談する。貴族院へと戻り、王族と他領とのお茶会をこなし1年目が終わり、ローゼマイン式魔力圧縮の講座を終え、記念式を各地で行う中、晴天の通りに行うことで、今以上の効果を発揮することが判明する。2年目の貴族院でもローゼマインは、シュタープを人儀へと変化させ、 回復薬の調合と優秀な成績を収め昨年同様、初日全員合格の快挙を達成する。魔石採取の途中、魔獣に襲われ退治するも採取場所が荒れていることに、気づき再生の儀式を行ったローゼマインに帰還命令が下される。養父から記念式で行った儀式が晴天とどう違うのか調べるよう命令される中、 最終場所で行ったことを聞くため呼び出され聖典の問題にまで発展する。欧米でフェルディナンドがアーレンスバッハのディートリンデに嫁ぐ、よう下され、エーレンフェスト内は困惑する。そんな中、エーレンフェストの神殿から、ローゼマインとフェルディナンドを恨む、貴族一派により、聖典が盗み出されてしまう。第5部では、フェルディナンドがいなくなった状態で奮闘する、ローゼマインの姿が語られる。 粛清が前倒しになり、貴族院では、旧、ベローニカ派の子供たちがなささげを強要されることになる。神々のご加護を受ける実習で、エーレンフェストの学生が、多数の神々のご加護を受けたことで、神事の重要性が見直されることになる。そこで、ダンケルフェルガーと共同研究を行うことになるが、デスティラートとさかいになり、ローゼマインと婚約をかけて、ダンケルフェルガーと嫁取り、 ディッターを行うことになる。卒業時の放納前で起こったアクシデントにより、ディートリンデが次期前途候補であると、中央神殿が発表してしまう。エーレンフェストに戻ったローゼマインに待ち受けていたものは、上位領地としての地位や立場についていけない領内の貴族の大人たちの姿だった。王族の要請により、貴族院の図書館の古い資料を調べているうちに、ローゼマインこそが最も時期、 前途に近い存在であることが判明し、ジギスバルと王子との婚約を強要される。交渉の末、一年の猶予を勝ち取った、ローゼマインたちはその間に、領内改革を進め引き継ぎを終える。四年生の貴族院で神事を行った、ローゼマインは、始まりの庭で出会ったエアベールミーンに呼ばれた、育成の神アーンバックスの力で成長が止まっていた、肉体を強制的に成長させられる。 これにより、ローゼマインは、本来の年齢にふさわしい姿に育つとともに、真のグルトリスハイトをも授かるが、その際に、フェルディナンドが、少年時代に、グルトリスハイトを得て、本物の前途の資格を有しており、ユルゲンシュミットの石を満たして、世界を守る役割を背負っていた事実を知る。だが、腐敗した王族を嫌っているために自分に、反発ばかりして、 役割を果たそうとしないフェルディナンドに、エアベルミーンは、苛立っており、彼を殺してお前が代わりに、それを果たせと命じられるも拒絶。エーレンフェストに戻った、ローゼマインは、領内の貴族と共に、アーレンスバッハからの侵攻に備える。ディードリンデがフェルディナンドに毒を持った上で、ランツェナーベット組んで中央に侵攻し、同時に、ゲオルギーネがエーレンフェストへの侵攻を開始したことを、知った。 ローゼマインは、フェルディナンドを救出するためにダンケル・フェルガーの協力を取り付けて、アーレンスバッハに逆進行をかける。このアーレンスバッハの行動の背後には、ユルゲン・シュミットの外の世界にあるランツェナーベの存在があった。ランツェナーベと組んでいたアーレンスバッハを打倒し、すべての戦いを終わらせたが、その過程でアーレンスバッハの石杖を染めて、アウブとなってしまったり、女神、 メスティオノーラを己の体に一時的に降臨させたり、ユルゲンシュミットの石を満たすために神々によって、体に莫大な神力が注ぎ込まれたことによって女神、メスティオノーラの化身と呼ばれるようになる。真のグリトリスハイトを所持し、神力をも宿すことで王族より上位の存在となった、ローゼマインは、もはや神々の求める役割を果たせなくなっていた、王族を更迭すると同時に、 エグランティーヌを新しい前途に選出。ユルゲン・シュミットの新体制を構築した。だが、人の身では縮す心理域に長期間は耐えられず、早く消費してしまわなければ、命がないという危機にも陥る。フェルディナンドと共に、これを解決したローゼマインは、彼と婚約して、アーレンスバッハの正式なウブに就任。自らの領地となったアーレンスバッハをアレキサンドリアと、 解明して、図書館と都市建設に邁進。また、領地に家族を呼び寄せることで、かつての契約を無効にした彼女は、領主としての政務の傍ら、休みの時には、家族のところに出向けるようになり満員であった頃の日々も、取り戻した。担当声優は、テレビアニメ版、ドラマ CD 版、ドラマ CD 版順に表記。一人しか記載がない場合は、テレビアニメ版、ドラマ CD 版のキャスト。 本好きの下国上司書になるためには手段を選んでいられませんドラマ CD 本好きの下国上司書になるためには手段を選んでいられませんドラマ CD2 本好きの下国上司書になるためには手段を選んでいられませんドラマ CD3 本好きの下国上司書になるためには手段を選んでいられませんドラマ CD4 スタッフ書籍版は2ブックスオンラインストア限定のため ISBN 番号を持たない 2019年4月19日から、オーディオブックサービスのオーディブルで、井口優香の朗読が配信されている。第一部、兵士の娘愛の配信され、シリーズ続巻きも順次配信される予定である。2019年3月8日にテレビアニメ化が発表され、第一期が同年10月から12月まで、ワウワウプライム他にて放送された。ナレーションは、早見進む。 2020年3月10日発売の原作小説、第5部、女神の化身 1BD 付き完全限定版には OVA が収録された。第2期は2020年4月から6月まで、第1期と同じ放送局にて放送された。第3期は2022年春より放送予定。端巻の DVD と全話収録の BD ボックスがそれぞれ発売される。ありがとうございます。